はい、じゃあペーパープレイズの続きをやっていきましょう。と前回あれか、セル自由のなんか恋人みたいなの来るっつって来なかった感じでしたよね。衛生省国民の安全確保に尽力、新政策国境にて保障措置。衛生省、あのウイルスのやつか。なんかウイルス流行ってるってずっとニュースになってるよな。なんかタイムリーな感じで。お、え、誰か来た。え、これ誰、なんか車から降りてきた。誰だ。とりあえず片付か。で、これがセルジュといい感じの女の子ね。いや、いくらそのいい感じとはいえ、この自分の顔つきのペンダント送るってすごいけどな。あ、入ってきた。え、誰ん、あ、上官、何の価値もないクソったれだないきなりなんだよ。支配を解放するのはいろんな手を使わなければ。彼女を通すよう明確に伝えた。は、さすがに我慢ならんな。え、ちょっと待って、あ、なんか言ってたやつ。上官からあなたがアルストス家の所有物を摂取したと報告があった。いや、してないしてないしてない。いや、捏造されてんじゃん、罪を。え、刑罰は決まった。またまた手合い送りにされている。いや、てかそのあれでしょ、あの言ってた人が来たってことでしょ。家族は村を送り、え、いつ来た、いつ来たの。いや、全然気づかなかったんだけど国境検問所は別の審査官によって引き続き運営される。アルストツ館、これエコー、あれー、マジ。いや、てか忘れてたわそんな。いや、なんかくれよ、なんかその顔写真なりなんなりよ。いや、マジで忘れてたわ。シャエ、それ言ってたな。いつ来たのかも覚えてないんだけど、そもそもどのタイミングで来た人。でも今来たってことは1日前かな、前日に来てたのか。ちょっとそんな、いや、初見殺しじゃないマジこれ。いや、だって言いに来たのいつよ、あのおっさんがこの人通せって。マジ完全に忘れてたわ。いや、ちょっと1日前からちょっとやり直すか。シャエね、シャエ、はい、こんにちは、書類を。あ、シャエじゃん。え、この人、あ、いや、絶対この人だ。あ、ディミトリってあのおっさんのこと。いや、あいつかよ、ディミトリ。あ、そういうことね。これヒントだったんだ。あ、そういうことか。あ、確かにこの人俺、拘束したわ。そや、前回。ディミトリも元気衰えてるといいけど、アルストス館にあまりいたくないの。あー、そういうことね。いや、全然ディミトリ顔じゃねえだろ、あのおっさん。で、まあ、罰則あんのかよ。はい、オッケー。で、これで、え、じゃあ進むのかな、やっと次の日に。え、これでオッケー、ちゃんと通したよ。あの、シャエ通したよ。あ、よかった、車来ないわ。あ、やっぱそういうことか。いや、これ引っかからない人いるのか。伝染病の危険性は計り知れない。新たな規定を制定する。はい、全ての入国者はポリオワクチンが有効であるワクチン接種証明書を提示。なんか増えとる、また。ちょ、書類増やすね。全自国民、全外国人、全外交官、全亡命希望者の義務とする。ワクチン接種証明書、この証明書を持った合衆連邦国民は入国が許可される。アルタン地区住民から引き続きアルストツカのパスポートを押収すること。アルストツカに行われ、これ。はあ、なるほどね。そのウイルスのワクチンを接種してないと入国しちゃダメと。そういうことか。で、このセルジュのこの子も来んのかな、そのうち。多分そのうち来んだろうな。見落とさないようにしないとな。割とよくいる顔立ちだからな俺。はい、次。いや、ちょっとあんなんでゲームファイナルあんの、マジかよ。ちょ、なんか俺アルストスカ嫌になってきたな。あ、これか、ワクチン証明書。はいはい、観光に来ただけ、滞在期間3ヶ月ね。オッケー。いや、ちょ、書類が多い、マジか。待ってよ、これどこ見たいんだ。とりあえず名前、これが合ってる。で、接種証明書も合ってる。はい、で、パス番か、これパス番も合ってるね。はい、オッケーと。で、ワクチン名、あ、接種日とかもあるわけね。ちゃんと接種してるな、この人は。ポリオ、じゃあ身長これ大丈夫、大丈夫か。で、体重も OK で、で、あとどこ見んだっけ、国か。インポール、インポールは、
ここのハイハン、ハイハンから来てますと、来てますね。はい、オッケー。オッケーかな？オッケー、これ3ヶ月滞在合ってるね。大丈夫か？いや、ちょ、いきなりさ、この増やすなよ書類を。よ、だからOJT 導入しようぜ。慣れるまでの OJT が欲しいわ。はい、次。いや、もうこれエイジックがさ、アルストツカに革命を起こそうとしてんのもなんかわかるな。はい、入国目的は仕事ね。滞在期間は30日。待って、多いな。ちょ、マジか、こんなに。ちょ、書類だらけじゃん。待ってよ。とりあえず1枚ずつ。これセーフだわ。これセーフで、これ名前合ってる？はい、データ1。はい、データ1。データ1。おぉ！で、次、パス番。パス番、はい、これ。これも1。これも1。よし。で、これも期限 OK で、ポリオワクチンも打ってるね。これ、日付大丈夫ね。で、これは、コレチアか。コレチアね。コレチアの、どっから来たの？あ、待って、違う。これじゃなくて、コレチアの、ユルコシティあるな。いや、ちょ、これさ、逆に、その、書類の偽造しやすくなってないですか？こんだけ複雑にしちゃったらさ。マークも一緒ね。はい、オッケー。で、労働許可証のマークも、これ合ってんのか？これ。合ってる？合ってます？これ。ちょっと、合ってるな。じゃあ大丈夫なのかな？大丈夫なのかな？まじ、書類の量多いわ。いや、せっかく俺慣れてきたのにさ、前までの物量に。また増えたじゃん、確認する書類が。で、次。で、あれだよな、パスポートの押収とかもまだ生きてんだよな、その制度。はい、書類を。ん？あ！セルジュ知ってる？あ、来た！あなたは友達に助けてくれると。エリサ、来た！お願い、もう家族はいない。セルジュしかいないの。自分の顔のペンダント渡す女、エリサ。じゃ、やっぱペンダントの写真若干漏れてるね、エリサ。あ、渡せるこれ、ペンダント。え、渡すこれ。彼が待っていますよ。おい。イケメン審査官かよ。あー、セルジュ、ずっと会いたかった。つって拒否したら、まあ、ちょっと面白いけど。いや、まあ、これは通すか。まあ、だってセルジュ、このセルジュ関連のイベント見るために、一回過去変えたからな、だって俺は。どうもありがとう。このゴンは一生忘れないわ。うん、どうてよし。しっかりもらいましたよ。あなたの笑顔という名の賄賂をね。これはイケメン審査官。あ、エリサ言ってる、セルジューが。あ、駆け寄ってる。おーおーおー。ちょっと待って、なんかおばちゃん、おばちゃんちょっとごめん、黙ってて。ちょっとこっち見るから。あ、抱き合っている。よかったな、セルジュー。いや、てかお前職務中に。いや、別にいいけどさ。あー、一緒に歩いてる。え、どうすんのセルジュー、もう帰んのかお前。一緒に途中で上がるのか今日は。え、あー、まただ。あ、今度はキッスですかセルジュ。おい、その顔の位置は見せつけんね。あー、でエリサだけ先に貸して。あー、なるほどね。いやー、いいもん見せてもらいましたね、おばちゃん。じょーい、ワクチン証明書ねえぞババア。おい。それとこれとは別だからね。えじゃないね。あ、拘束にはならないんだ。いや、拘束しましょうよ。ただ返すだけじゃお金になんないんだからさ。はい、次。いやー、でもまあなんかこういうイベントもあるんだな、ほっこりするようなイベントもな。はい、こんにちは。入国の目的は観光ね。滞在期間は、8週間と。この検問所はとても厳しいと来ました。書類を揃えられてよかった。うん、え、何それ、なんかフラグ揃えてないフラグか。8週間ね。8週間も2ヶ月か、合ってる。身長これ合ってる、合ってんだ。で、体重も合ってる。期日も大丈夫で、これはとりあえず OK で、ワクチン接種しとんな。で、名前も1で、パス番1、こっちも1で、これ顔一緒？一緒か。なんかちょっとの差は大丈夫なんだな。やっぱ思いっきり違うんだな、顔とか身長とか。違うときは。あとどこ見んだっけ。ちょっと待って、一瞬思考止まるわ、なんか書類多すぎて。あ、これか。地図のインポールのハイハン合ってるね。はい、オッケーと。で、じゃあオッケー？オッケーなのか。オッケーっぽそうだな。
え、なんか意味深なこと言ってたけどな、こいつ。書類揃えられてよかったみたいな。いや、あれフラグとかじゃなくて、マジで揃えられてよかったっていうだけの一言だったの。え、大丈夫か、こいつ。大丈夫か、どうしたけど。いや、大丈夫なのか。ややこしいな、ちょっと。変なこと言うなよ、窓口で。なんか、意味深な一言をさ。4週間滞在ね。特徴、富士ビタ。ベジータね。OK だな。はい、とりあえずこれは OK で。多いなー。ちょっと仕事しに来るやつって1枚多いんだな、やっぱ普段より。はい、生 OK。はい、これも OK。はい、こっちも OK と。で、パス番、これも合ってる。合ってるね。で、これも期日 OK で、労働許可書はじゃあ OK か、これ。で、ポリオワクチン打ってる。1ヶ月 ?4 週間ね。いや、1ヶ月って言えよ。書類に書いてある通りに言えよ。じゃあ OK なのかな?あれ OK っぽい。いや、今日俺全然拘束してないけどな。期限待ってる。で、アンテグリアの聖丸メロ。はい、1。で、入国許可者のこれマーク合ってんのか?これ。合ってるな。合ってるわ。じゃあ OK か。今日俺拘束してねえな。拘束したりねえな、なんか。拘束したくてうずうずしてやがるよ、俺の腕が。はい、次。はい、こんにちは。書類出してね。はい、ワクチン打ってるね。ちゃんとね。あ、アルタン地区だ。こいつのは、押収しないといけなくて。お前手配されてねえか、これ。これ。あれ、違うの?あ、めちゃくちゃ似てたけどな。違うんだ。絶対一緒だと思ってた。はい、名前1、名前1。で、パス番もこれ一致してて。ポリオワクチンも打ってるね。82年1月、大丈夫だな。で、身長、体重、OK と、で、じゃあ OK なのかな ?OK そうだな、こいつ。大丈夫か?よし、じゃあとりあえずパスポート押収して、で、これで、はい、通ってよしと。いや、ちょっとパスポート手当てくださいよ。パスポートどこに?押収しました。まだ伝わってねえのかよ。こんなことしていいんですか?伝票問い合わせてね。この一連の流れね。無駄だからね。言うのちゃんと覚えてきてね。パスポート押収されることをね。はい、こんにちは。書類出してね。ワクチン打ってるね。また、あ!バイク来た。ああ、脱走してる。ちょっと待って。10、10、10、10、10、10、10、10。あ、来た。ちょっとラグあったな、今。はい、これで。おい、おい、おい、人手が多い。おい、あ、爆発した。ああ!ああ、ちょっと待って、セルジウが、死んでる?死んでる?これ。ねえ、死んだ?セルジウ!いや、そんな、おい、好きな女性と再会できて、その日に撃たれて死ぬって。いや、まあ、確かに綺麗な死亡フラグだった。いや、嘘!俺のせい?ちょっと待って、セルジウ、死んだの?マジで。あれ。計画的な国境突破事件。うん。トップ会談開催へグレスティン国境問題未だ残る。セルジュどうなった？セルジュいる？いる？いる？セルジュ。セルジュいねえ、マジか。死んだの？やっぱ嘘。いや、てかあれって阻止できんのか？めちゃくちゃ来てたけど、テロリスト。ちょっと待って、ここで死ぬのかわいそすぎない？せっかく再会できたのに。強制イベントとかじゃないよね、多分。これやり直したら、セルジュもう一回生き残れんのかな？ちょっと待って、いや、もう一回世界線飛んでもいいですか、これ。いや、ちょっと、だって、こんなん、せっかく俺再会させたのに、セルジュとエリサを。なあ、ここでやめたらさ、前回セルジュ助けたのが無駄になるじゃん。いや、ちょっともう一回やろう、もう一回やり直す、世界線を飛ぶ。俺にしかできないんだ、セルジュを救うのは。リーディングシュタイナーを持つ俺にしか。いや、でもこれ何回やり直してもセルジュは絶対ここで死ぬっていう可能性もあるよな。そこが世界線の収束ポイントになってる可能性もあるよな、セルジュの死が。いや、まあでもとりあえずやってみるか。いや、このセルジュヒロインポジションだと思わなかったな、まさか。ペーパーズプリーズの。
こんなにセルジオを助けることになるとはな、何度も。お、エリサ来たね。セルジオ知ってる知ってるよ。はい、これペンダント渡して、はい、入国 OK で、はい、通ってよし。なんでこんなすぐ通してくれるのかって聞かないでくれよ。それは愛に国境はないんですよ、エリサ。これはイケメン審査官、うん、早く通っていいよ。うん、どうもありがとう。通って通って、うん、すごい喋るじゃん、エリサ。あれ、前回もこんな喋ってたっけ。あ、通った、どうぞ。よし、これであとは二人の恋を邪魔するお邪魔虫を俺が片付けて終わりっと。マジでイケメン審査官になってきたな。お、来た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 。麻酔銃を、ちょっと銃が出るのが遅いよこれ。はい、あ、開けて、あ、待てよ、構えて、こっちから撃つ。よし、お、爆発した。お、そしてこっちも、よーし。たく、恋のキューピッドも楽じゃないぜ。やったー、やっぱ守れるんだセルジュ、やったぞ。また未来を変えたぞ俺は。マユリを守ったぞ。あ、セルジュいる。そうか、ここでも守らなきゃいけなかったんだな、セルジュよ。そういうことか。おい、セルジュ、おはよう。どうだ気分は。何もかも感謝するよ。いいってことよ。エリサ本当に嬉しそうだった。壊れ、長男には君の名前をつけるって言って、やめとけ。それもいいけど、僕は娘が先に欲しいって言ったけどな。大したことはできないが、お礼がしたい。うん、エリサが家まで届ける、役に立つといいが。え、僕は明日から移動になった。あ、そうなの、気をつけろ。あ、セルジュ明日から違うとこ行くんだ。あー、まあな、お前なんかめちゃくちゃ打たれ弱いから。その方がいいな。うん、配置転換よかったな。業務の効率化を図るため、入国許可証及び身分証明補足書は1枚の入居許可証に統合。あ、なくなんの入国許可証とか。外国人は今後入居許可証が必要となる。また変わんのかよ書類、変えすぎじゃな。昨日の組織的襲撃を受け、緊急会談が開かれる。本日国境付近の問題に関する討議のため、コレチアから重要な外交官が到着する。アルタン地区住民からは引き続きアルストス館パスポートを出せ。アルストス館へ壊れ壊れ。はい、次やっていくか。なんか書類が変わってるみたいな感じだったな。はい、書類見してね。ワクチン、パスポート。うわー、なにこれ。あ、これに全部まとまったってことね。そういうことか。アルストちゃんすぐ規則を変える。私の姉は先週違う書類で通れた。今度は新しい入居許可証必要だってさ。しかも倍飲んだ。いや、俺に言われても。あー、いや、これでもどうなんだろうな。せっかく俺あの書類の多さに慣れてきたのに、また変えやがってよ。ポリを打ってるね。はい、OK で、2週間ね。はい、OK で、身長 OK、 体重も OK、 ショートパーマ、期限 OK、 期限 OK で、これはオブリスタン、オブリスタンのメルジェロス。はい、OK と。じゃあ OK ってことか。なるほど。はい、OK、OK です。いや、これマジか。いや、ここに来て書類の感じがガラッと変わるのやだな。はい、次。あ、兄貴お疲れ様です。いやー、政府はコレチアの要求に屈し、グレスティンが奪われる。あ、そうなの。交渉を阻止せねばならぬ。コレチアの外交官を入国させよ。ただしパスポートを押収せよ。はあ、エジック工作員が彼になり変わる。あ、なるほど、コレチアの外交官のパスポートを押収しろと。いや、でも確かにね、俺ちょっとさ、上官に対する不信ってか、知り合い通さなかっただけでさ、逮捕されるのちょっとやりすぎじゃねって思ったんだけどさ。いや、確かにこのアルストツカの上層部は変える必要があるかもしれんな。革命を起こす必要があるかも。とりあえず名前を、データ1、データ1で、パス番、はい、1、パス番1、はいはい、でポリオも打ってると。まあ確かにこの書式、まあ慣れてきたら楽なんだろうけどな。はい、体重 OK、OK で、期限も大丈夫ね。はい、OK と。で、ビザが、これがインポールのツンケイド。はい、OK。じゃあ OK か。はい、OK ね。なるほどね。
いや、こうやってさ、なんか書類の必要記入箇所って増えていくんだなっていうなんかそういう過程が見えるな、このゲーム。そういうことなんだな。はい、書類を。顔怖お前。この人は、あ、我が国民。あ、アルタン地区じゃん。パスポート押収しないとな、こいつは。はい、データ1。はい、データ1。で、ID も1で、ポリオも打っている。はい、OK。で、身長 OK、体重 OK の、誕生日も OK で、アンテグリアじゃなくて、アルストツカの東グレスティンもあると。OK か、じゃあ。じゃあ、パスポートもらうよ。パスポートもらってからの、はい、OK ね。はい、取ってよしよ。知ってるよね、パスポート押収されて。知らねえのかよ。なんで手術されてないんだよ。もう3日ぐらい経つぞ、パスポート押収する。もう黙れ、お前も。さっさと通れ、もう。この問答の時間が無駄だわ。はい、こんにちは。ワクチンあるね。仕事と。あー、ちょっと待って、仕事ってあれがいるんじゃないの？労働許可証的なのがさ。これね、これがいるよ、おばちゃん。これ不審だね。おかしいね、これないのね。入国した後もらいます。無理ー。無理。ぶっ殺して。はい、次。ポンポン行くよ、ポンポン行くよ。拘束できない人は時間の無駄だからね。はい、こんにちは。書類出してくださいよ。ワクチンってあるね。招集。あ！データ、これちゃうの外交官。こいつをとりあえず通せってことだったよな。で、かつパスポートを押収すると。あ、違う、こうじゃなくて、パスポートまず押収。はいはい、して、で、これで通すと。いや、もう俺、エジックに、もう従うわ。もう、あの上官腹立つわ、マジで。あいつはディミトリを名乗る資格がね。パスポート返してください。押収されました。私は政府の要請で来たコレチア外交官だ。今すぐパスポート。もう揉めとる、もう野蛮人めて。いや、コレチアの方がだいぶ野蛮だろうが。テロ行為ばっかしやがってよ。はい、じゃあこれね。はい、通して。ワクチンあるね。で、入居許可証。とりあえず名前見るよ。はい、名前 OK。はい、名前 OK。パスポート。あ、ちょっと待って。なんか不審。あー、なんかめちゃめちゃ不審出てる。あ、違う。これっちじゃなくて。こうか。はい、ここ不審だね。ID 違うね。お姉さんね。これ誰の入居許可証なのかな、言えてないけどね。はい、ゲットだぜ。生活費ゲットだぜ。いや、なんか久しぶりに拘束した気がするな。出ろ。いや、もうやっぱイケメン審査官な。結構仕事できるから。まあ、あそこでは不正できないっていう噂が広まってるのかもしれない。奴が入国するのを見た。あ、奴のパスポートをよこせ。え、あ、さっきの外交官。あ、パスポート、なるほど、成り代わるってそういうことね。これと工作員か。よし。あ、確かに顔一緒だ。俺とやつはウリ二つだ。なあ、すごいっすね。ヒゲを剃ればいい。え、すげえ。犠牲はつきものだ。え、犠牲？入国を許可しろ。あ、こっちと入れ替わるってそういうことか。犠牲って。いや、栄光あれエゼックに栄光あれ。アルストツカと組織のために。はい、頑張ってください。フレフレエジック、やれやれエジック。いいぞいいぞエジック。はい、書類よ。いや、ここまで協力してんだからさ、俺絶対エジックが天下取ったらさ、いいポストにつけると思うんだよね。だって俺の協力なかったら無理じゃなかった、エジックって。ねえ、おじさんですよね。いや、だからこれはね、協力する価値あるよ、やっぱりね。うん、あの、二世ディミトリも引きずり下ろして一石二鳥だな、これ。身長 OK ね。OK なのか、これ。これ OK？ あ、OK なんだ。これぐらい OK なんだ。90キロね。で、OK で。なんだっけ。この人どこだ？コレチアじゃなくて、アンテグリアか。アンテグリアの、あー、ちょっと待って待って待って、被っちゃってる。アンテグリアの聖マルメロ。あ、ちょっと待って、不審になってた。あ、違う、聖マルナロになってる。おい、おかしいな、これ。さあ、寝て、お前、ゲットだ。いや、これ、ゲットなのか。単純にタイプミスじゃないの、パスポート作った人の。でも、それがおかしいってことか。タイプミスあんのがおかしいってことか。そういうことね。はい、次。お前ら、この未来の王、新政権の王、イケメン審査官に、不正が通用すると思うなよ、お前ら。見抜くからな。ちょ、顔違うな。これ、顔違うよね、絶対。はい、尋問する。容姿随分変わりましたね。昔は、ほんとかおい。おかしいなぁ。てか、それ、後ろ何被ってんの？帽子？すげえ変な形の帽子だな。
え、これ一緒？あ、一緒じゃん。なんだよ。いや、取り直せよ。てか、メガネ外して髪ほどいたらこんな感じになったってことなのかな。その状態で来いよ、じゃあ。オッケーね。ポリオも打っている。打ってるね。打っている。で、身長154の体重40で、小顔って。小顔か？それ、よくわかんねえな。で、リパブリアのレズラーナーディあるね。あ、オッケー。じゃあ、オッケー？オッケーか、じゃあ、この人。はい、取ってよし。壊れ！問題起こさないようにな。はい、次。あ、明日午前6時に。あ、もう終わったってことね。なるほど。若い女性が何かを言って言った小包みが。おぉ、あ、すげえ！エリさん !100 ドルくれた。あとエジックからの、あ、これね、あれ、通したですもんね。やった！やべえ、俺めちゃくちゃ金持ちじゃねえ。新政権の待ったなし、これ。